ゆくきん。tv, e v e r ハ d ー、y o は t い b e はい。今日皆さんにご紹介するのは、最近、ゆくきんが見つけた面白い漫画です。 えー、その作品が何かと言うとドロヘドロ。これがな、面白かっただよね。うん。こんなようなの。なんだろ、う、最初ね、タイトルがよくわかんねえし、 タイトルから何なのか分かんないじゃん。ドローヘドロ。まあ、結局ずっと読んでても <laughs>、ドローヘドロにした理由もあんま、んま、途中ぐらいか。途中というか結構先にチラッと出てくる。うん。みたいなぐらいで、そんな強めの理由はないっぽいんだよね。で、言いながら、ドローヘドロと言われて何も興味もなかった。なんか気持ち悪いな。おどろおどろしいな。ダジャレじゃないけど。 って,思ってたんだけどっていうのとさらにこのパッケージというか主役かな一応主役かなカイマンっていう中ワニの顔なんだけどマスクしてていっぱいこう武装しててなんかねなんだろうあとそのタッチ絵のタッチがちょっとなんだろうなこれまたほんとおどろおどろしいようなちょっと汚いような。 アキラのような、まあ、有名な作品だけど、ねあれもなんかマスクとかしてるんじゃないっけゴーグルしてるイメージあんま覚えてない <laughs> ね。ねそのタッチがね、ね綺麗な線じゃないというか、まあ、やっぱ、手に取らないイコール、何かしらね、ねそんな気に入らないとこがあって、チェックしなかったんだけど、なんかわかい。気が向いて、見る漫画が減ってきて <laughs>。 チェックしたらね面白いちょっと止まらないよ私今まだ全部は読み終わってない23巻ぐらいまであるのかな16巻ぐ,ぐらいまで読んだ面白い止まんない10巻ぐらいで1回ねちょっと強めのびっくりすることあって16巻ぐらいでもまたちょっとあるだよねとか まあ、進撃の巨人もすごい面白いと思ったし、その作者の脳みそが不思議というかすごいと思ったんだよな。いろんな伏線とか、今、えー、開示できる情報つってさ、今、進撃の巨人の話ね。なんかいろいろな状況を説明して、新、巨人のに囲まれて壁の世界観とかいろいろ。 で、どんどんそれが謎とか世界観がと分かってきて、世界全体の謎が判明して、いろいろ、ちゃんちゃんで終わって、まあ素敵な作品だったけど、このドロヘドロも、なんかね、いきなり、まず、第1話からいきなりの始まりで、変な敵と戦うとこから、で、なぜか、ね、主人公がワニの顔してる。 頭トゲトゲマスクしてる結局主人公がマスクしてる理由ってあんまりよくわかんないというか <laughs> 最初の一巻の1話で戦い終わってマスクしなきゃっつってしてるけど結局うん主人公がマスクする理由よくわかんないんだよね <laughs> しなくてもいいような気がするというかまあいいやでも他のそう魔法使いとかもいて世界観としてうん でもまあそいつらも暴力振るうとかまあ血が飛び散るとかちょっと殺し合いとか色々グロいのもあるんだけどまあまあそいつらがほとんどマスクをしてるなんかこういう心臓のマスクとかちょっと怖いかっこいい強そうみたいなねドクロのやついたりプロレスラーみたいなマスクもいたりまあまあいろんな強敵ちょっと三つどもえっぽいんだよねえー、ネタバレしないように言うけど、うん ね、うん。魔法使いと、そのカイマンってやつと、魔法使いの世界で戦ってる十字目の連中とか。まあ見てない人には何もわかんないんだけど、面白いだよ。結局一番言いたいのは。うん、いっぱいね。あさっきも言った謎がどんどん解けてくるし、それが何だったのかとかがね。うん、面白いな。<laughs> そう、僕これ説明したい。 漫画面白いから説明したいって思ったけどさまた余談だけど中田のあっちゃんがさまあジョジョ」とか紹介してたり何だっけ僕見たのは「火の鳥」僕途中でやめちゃって中田のあっちゃんの見たらもう全部読んだ気になって読むのいいやって思っちゃったのアキラもそうかなうんで結局あれってさ YouTube で、えー、映画をファスト映画とか言って ね5分ぐらいで紹介してもう見た気にさせちゃって映画の興行収入を減らしたとかいう事件あったじゃんそいつらが捕まったあっちゃん大丈夫なのかね <laughs> 僕別に好きだよ別に告発とかでもない僕が言っても何の問題にもならないのかもしれないけどほとんど内容を言っちゃっててうんまあまあうんでさっきも言った僕読んだ気にもなってもう本ちゃん本物の漫画の方読まないでいいやってなっちゃったわけで。 火の鳥とかアキラとか読んだ気には慣れた結末もおしほぼ教えてくれたしうんあれよく捕まらないね <laughs> ファスト映画扱い犯罪扱いでで僕は戻るけどこの「ドロヘドロ面白い」まあみんなもぜひ見ろっていうほどちょっと癖が強いから全員にはねそんな見ろ見ろってわけじゃないけど見たい人は見てほしいぐらい面白いでそう えー、なんだっけ僕はネタバレは今ね完全にしないように言ったつもりだけどうんうん絶対捕まることもないぐらい面白いよぐらいしかね <laughs> 言ってないねねえー、だから中田のあっちゃんもなんで捕まんないのか <laughs> そんなことじゃない僕が言いたいのはドロヘドロうん お暇があれば漫画好きな人はぜひ見てくださいなんさっきも言った「血は出る」とかね「気持ち悪い」とか「マスク」とか絵がそんな綺麗じゃないけど何が好きな人なら好きかな何だろうまあ、うん分かんない。<laughs> 進撃の巨人、好きな人、徐ジ々ョジョ好きな人。わかんない。ちゃんと面白い。最初の、ね、なんか慣れないうちを乗り越えちゃえば。うん。どんどん内容はちゃんと面白いから引き込まれるはず。よ、皆さんもよかったら、画前読んでください。ドロヘド面白いな。もうつ続き読みたいもん。そういうこと。 うーん。ドロヘド登録してね。面白い。感動した。<laughs>